はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今回はピンクスパイダー、こちら使い方を結構 DM で聞かれるので、ちょっとお伝えしたいと思います。一番シンプルに使う方法としては、手術の一番最後にこちらを原液でつけて、その後にお湯でチェンジリンスします。で最後に、アイロンを入れて、冷風を当てるという簡単な使い方で、とりあえず大丈夫です。ピンクスパイダーなんで、スパイダーというだけあって、クモの巣みたいな疑似キューティクルをこう髪の毛にクモの巣みたいにこう張り巡らせていくというものになります。モモンガオイル還元剤っていうのがあって、この還元剤の成分とこのピンクスパイダーを合わせると、より強い、高分子のものが作れます。ということはどういうことかというと、まあ、一番強力なというか強力な感じが作れます。希釈できるんですかって聞かれることが多いんですけど、こちらは希釈できません、このまま原液でつけます。なぜじゃあ原液で使うのかというと、このピンクスパイダーの成分がお湯を使うと、お水ですね、お水を使うとバランスが変わって、高分子化がスタートしてしまうんですね。なのでなるべく一番手術の一番最後でタオルドライをしっかりしてからつけた方が、より深部の方で、高分子化してくれます。ですので、タオルドライをしっかり一番最後にして、その上にアプリケーターで塗布していきます。だいたい 30g とか、まあ、20g ぐらいでも大丈夫です。それで全体にしっかりなじませながらつけていくような感じです。でしっかりなじませてから、ちょっと、ね、髪の毛がこう締まるような感じになるので、ちょっと引っかかることもあるんですけど、これをこう揉み込んでいって、ちょっと違和感がある質感に、違和感のある質感にちょっとなるんですね。で、ちょっと扱いづらい感じは一時的になるんですが、そこがポイントで、修練した質感をなんとかなじませてですね、ギュ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 ッとなじませて、その後にお湯で、こうチェンジリンスをしていきます。そうすると中でこう膨らんできてですね、高分子化していくようなものになってるんで、結構面白いかなと思います。でですね、ピンクスパイダー使っている方で、もしこれ作りたい人いないかもしれないけど、お客さんに見せたりするので、もし作りたい人がいれば、これどういう風に使っ、すごい綺麗ですよね。これどういう風に作ったかというと、これとお湯だけです。作り方はお使いになっている方であれば DM いただければ作り方を教えます。こんな感じ、簡単に言うとこれを作っていく感じなんですよね。はい、あ、じゃあこんなもの紙につけて大丈夫なのかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこは大丈夫です。スパイダーのクモの巣のような感じで、張り巡らせていきますので、まあ、実際こういう感じのわけではないですね、紙についた時は。はい、でこういうこうプルンとした、見えますか、こんな感じがちょっと作れるんですけれども、プルプルとした感じ、ピンクスパイダーのこういうような高分子化ができます。お客さんに見せたい、トリートメントでこういうことやるんですよっていうのを見せたいっていう場合は、ぜひこれね、作り方僕が教えますので簡単にできます。はい、これだけで作れますから、超簡単にシンプルにこれをつけて、水分を取った状態にこれをつけて、はい、ジャバ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 っとこうやってあげる。僕はタオル結構使ってこうジャバジャバっとこうやるわけですけど、そうしてあげて、そうするとギュギュッとこうね、髪の毛にくっついてくれますので、そしたら最後ね、リンスとかつけてあげるとツルツルにこうなりますので、そのような感じに使っていただければいいかなと思います。超簡単な方法です。まあ、他にもね、いろいろ、例えばこれカラーに入れたりするとカラーの染まりが良くなったりとかもするし、まあいろいろね、特に簡単に言うと、いろいろ言うと分かんなくなっちゃうと思うので、一番最後につけるって覚えていただければ大丈夫です。アイロンの熱がちょっと必要です。アイロンの熱で、脱水縮合させて、髪にのせて、最後にここがポイント、コームを使いながら冷風を当てていきます。はい、でコームで冷却しておしまいって感じなので、こんな感じの面白いものが
できますので、まあ、ちょっと興味ある方はぜひね皆さん、やってみてください。ショップがあるんで、DM いただければショップのパスワードをお伝えしますので、そちらの方で、興味ある方は見ていただくこともできます。はい、ということで、よろしくお願いいたします。